キャンパス FM6214、土曜日の朝ですね。今日は9月の16日、シルバーウィークが始まりました。休みが多いですね。24日ぐらいまで休みの方が多いのかな？そうでもないのかな？皆さん、シルバーウィークでも仕事してるのかな？わかりませんが。公開ダラダライブ8回目になりますね。7月の29日から始めたかな、早いもので8回目になりました。で、この公開ダラダライブは札幌にあるオープンエアなオープンスタジオからスマホ1本でマイクも使わずにダラダラと30分喋る、番組なんですけれども、スタンド FM をホストにしてライブ配信して、それをアーカイブ化してポッドキャスト配信もしているという番組です。今日も30分ちょっとダラダラとね喋っていこうかなと思ってますが、まあ何を喋るかですけど、今日はあの1階の階層ガレージではなくて2階の、リビング窓開けて、で後でバルコニーに出て、バルコニーにハンモック釣ってるんで、ハンモックに揺られながらね、喋ろうかなと思ってますが、まあこのダラダライブを始めて1、2週間経ったところでリッスンのホスティングサービスが始まったということで、まあいろいろとポッドキャスト展開その後ね、いろんな変動があったんですが、まあそれはさておき、ちょっとリッスンの方で今日もこのダラダライブ始まる前にちょっとね、よく聞かれてますというところを見てたんですけど、そしたら、昔からの知り合いのポトフさんですね、もう20年以上の知り合いですけども、リアルワールドでの知り合いだったわけですが、まあ、その方が2005年からポッドキャストにハマったという話で、でちょうど見てたら過去の音源をね、リッスンにもアップロードしたということで、たまたま目についたのがシーズン1のエピソード97、2005年の大晦日に収録した、もうとにかくポッドキャストを始めた年の年末も押し迫ったところで、1年を振り返ってるというね、放送を聞かせていただきました。2005年はポッドキャストの年でした。私は2023年がポッドキャストの年ですけれども、まあそれはさておき、このなんていうのかな、トークを入れて音楽入れて、トーク入れて音楽入れてっていう構成と、それからあと音質ね、僕はこっちの方が聞きやすいですね。こっちの方がラジオっぽくて聞きやすい、この組み立てと音質はこっちの方がね、やっぱりラジオ聞いてる感じがしてノスタルジックに聞けるんで、聞きやすいですね。で、多分私が今やってるのがちょうどこんな感じなのかなというふうにね、ちょっと面白く聞かせていただいたのと、あとはやっぱり、なんでしょうね、やっぱり2005年のポッドキャスト元年、の雰囲気がとてもよく伝わってきて、良かったですね、とても。で、大晦日だし、ちょっと感極まってる感じの。おすすめの放送ですけども、そこでいろいろ思ったことがあって、一つはその音楽を流すという、で当時は著作権フリーというのがねまだなかなかなかったんですよね。でそれをこうポトフさんなんかは一生懸命こうね、アーティストにもアプローチしたりしながら、ねポッドキャストで流していいですかってやってたという話と、著作権の勉強もその時にされたということで、なるほどなと思って聞いたんですけど、ちょうど私今それで調べてみたんです。自分がインターネットラジオやったのいつだろうと調べたら、2008年の3月には始めてましたね。あ、2003年じゃない、2006年の3月より前に始めたんですね、私ね。で2008年の9月ぐらいまでやってたんですね。ホームページがまだ生き残ってましたね。恥ずかしいことはいっぱい書いてありますけど、2006年3月にはもう放送やってましたね。でこのブログ、そのネットラジオの情報を流すブログページはその後に立ち上げたんですね。なのでそれ以前に始めたと思うんですが、ちょうどポトフさんが2005年に一生懸命もう著作権フリーの音楽楽曲を集めたりとかやってた努力の甲斐もあって、
この頃にはあの著作権フリーで音楽を流せるそういう音楽を集めたサイトが結構あって、で私はそのサイトのお世話に相当なりましたね。でその音楽をもうとにかくずっと流しとくんです。もう著作権フリーの楽曲がダーッと並んでるわけですね。でそれ自動でどんどん連続再生してくれるところがあって、で自分が喋れない時はその音楽をとにかく24時間流してると。で時々ライブをやると、夜になると何時間か 2,3 時間ライブをするみたいなね、そんなことやってましたね。でそこにスカイプ、当時スカイプが、ボイスのやり取りできるようになったもんですから、音声のやり取りがね、でスカイプを絡ませてゲストを呼んで、でゲスト放送をリアルタイムのライブでやってましたね当時ね。そんなことを思い出しました。でそこでいろんなラジオドラマとかもやったって話、これ前にどっかでしたんですけど、さすがに音源は残ってないですけども、そのブログの記事は残ってますね、まだね、いっぱいね。とにかくいろんなことやってましたね、ここでもね。まあ、この話はまた今度いろいろしたいですけど、ちょっと見てみるとね、恋愛と結婚とかいうのも喋ってるし、ミュージックビデオクリップなんていうカテゴリーもあるし、他にも私地方出張多かったんで、その地方出張の話とかね、それからそうですね、当時名古屋に住んでたんですけど、ベランダで結構、ね、飲んだり食べたりしてたので、ベランダ情報とかいうのもありますね。まあいろいろそんなこともやってたわけですね。懐かしいですね。政治についても語ってますね。確か北陸の方に住んでる女性の方が、その政治ネタ、私の政治ネタに興味持たれた方がいて、一緒にやろうと言って政局ラジオっていうのやってましたね。これは面白かったですね、この頃ね、2006年。うん、面白かった。まあそれはさておき、そんな昔の話を調べてたら、もう一個思い出したことがあって、もう一個思い出したのは、昔深夜放送を聞いてた時代より前に短波放送ですね、ラジオ短波、知ってる方いるのかな、ラジオ短波を聞くと、短波放送って世界中に届くんですよね、音質は悪いけども。でその短波放送は聞きたいと。で流行ったんです、 BCL ブームって知ってますかね皆さん。ベリカードを集めるっつって、例えばプラハ、ラジオプラハとかね、あとモスクワの声とかね、モスクワ放送ですね、それからロンドンの BBC 放送とか、あとオーストラリアのなんとかとかね、世界中にいろいろ有名どころのこう短波放送を流してるところがあったんですよね。でそれを聞くんです。で聞きましたって言って、こういう放送内容でしたって手紙を国際便で出すと、郵便でカードが届くんですね、その放送局から。よくぞ聞いてくれましたっつって、でそのカードを集めるというのが流行ったんですね。これ私がちょうど中学校に入った頃です。でこれもいろいろ調べたんですね、当時はまだラジカセがなかったです。でまああったかもしれないけど、あんまり一般的じゃなかった。で私はこれよく親買ってくれたなと思いますけど、1976年、当時 34,800円のナショナルパナソニッククーガ2200、8バンド、8バンドの BCL ラジオ、松下電器ですね。これ僕中学1年の時ですけど、これ買ってもらいましたね。これすごいラジオですよ、クーガ2200。ジャイロアンテナってついててね、で電波のこう届く方向に向けるわけですよね。でなんとか短波の電波を集めて聞くと。でもうか、もうノイズだらけですけどね。でそれを聞いて、とにかく聞き取って内容を書いて、ロンドンとかモスクワとかオーストラリアとかね、あとアルゼンチンもありましたねとかね、いろんなとこ送って、でベリカードが届くと、もうそれをこうはがきファイルに入れてね、集めるわけ、コレクションするわけですよね。でそれを友達同士で自慢し合うという、
そんな時代があったのが、これ私のラジオ体験はむしろ深夜放送より短波放送ですね。というのを今日思い出しました。さっき思い出しました。これはポトフさんの放送を聞いてて思い出しました。懐かしいですね。まあそんな時代があって、でその後これでね、ラジオ短波だけ聞いてるわけじゃなくて、そのもう時間帯によって聞きやすい時間とか、あるいは日本語放送する時間帯とか決まってて、でそれを調べて、昔雑誌が出てたんじゃないかな、でそれで調べて聞いてね、やったという。で合わせてその深夜放送もそれで聞くようになったんですね。これが私のラジオ体験最初だったんだなっていうね、本当に忘れてましたけど思い出しました。まあそんな話です。で深夜放送の話ですけど、まあ最近あのポッドキャスト始めて、まあラジオポッドキャストは全然聞く習慣もなかったのが、で自分が始めてからも人の放送は聞くことがなかったのが、ちょっと最近ポツポツ聞くようになって、でちょっとハマる番組が出てきて、でそこで気づくこともいっぱいあるんですよね。でこういろんな番組あるしね、いろんなやり方皆さんされて、昔のラジオの形とやっぱり今のポッドキャストのスタイルってね、やっぱりだいぶ違ってる部分もあるんですが、ただこうなんでしょうね、やっぱりまあそれぞれいろんなスタイルがあっていいと思うんですが、なんかちょっとパターン化されてるスタイルのやつっていうのはいまいちあんま興味そそられないんですね。なんかやっぱりちょっと違ったことやってもいいんじゃないかななんてね、勝手に思ってますけど、まあそれはさておき、まあ音質の問題もよく問題になりますが、やっぱり声質の問題とか、あるいは話の質の問題とかね、クオリティって言った時にはいろんなことが関わるわけですよね。話の内容、声、喋り方、そして音質などなどね、いろいろあるなっていうのを最近思い始めました。で、まあそれに関連してちょっとね、やっぱりこうちょっとこう外国の英語で喋ってるポッドキャストもね、ちょっと時々聞いちゃったりすることがあるんですけど、聞いてるとね、あのやっぱり英語圏の人たちポッドキャスト文化もっと浸透してって、やってる人の数も多いんでしょうが、聞いてる人の数も多いんでしょうが、語り慣れてる、語りが上手ですね、英語で喋ってる方。ちょっとびっくりしますね。これはちょっとびっくりしました。やっぱり日本のポッドキャスターの語りに比べて、やっぱりね、たまたまいくつか聞いたんですけど、英語圏の人の語りはやっぱりなんかすごいね、あの洗練されてるというか、語り慣れてるというかね、これはちょっとびっくりしました。なのでちょっとその辺の語りの部分ね、もう少しちょっとこだわってみたいななんてね、ちょっと思ったりしてるんですね。でもう一つちょっとやっぱりこだわりたいのが音質で、ただその私はその語ったのをなるべくスピーディーにこう配信したいなっていう思い持ってて、なんでかっていうと、ポッドキャストってやっぱり機動力が、例えば文字で記事を書くのに比べて機動力が高いと、ね、いうこと、それからあと情報量が多い、文字で書いてたらやっぱりこんなにたくさん書けないわけですよね。で今 AI が書いてくれるんで、だから喋ればいいと。で機動力と情報量がやっぱりポッドキャストの一つの、長所だろうと思ってるんで、そうすると語ったことを即配信したいとスピーディーにね。ただ音質はやっぱり上げなきゃいけないと、良くしなきゃいけない、そこをなんとかこうやりたいと思って、昨日ちょっとだけやってみたんですけど、逆に聞きづらくなっちゃうんですよね。だからこれどうするかな、なんかいい形でね、語りの
語った内容をこう自動的に音質良くしてくれるようなね、なんかそんなのを自分なりに開拓したいなという思いはちょっとありますね。まあとりあえずゲスト呼んで編集してとかいうことはやる必要ないので、私の場合今んとこねやる必要ないので、やっぱり自分が語ったものをとにかくちょっとでも音質良くして配信できる、でしかもなるべくスピーディーにやれると、でなるべく省力化自動化してやりたいと、なんかそんな風に思ってるんですよね。で今、まあ、この放送はスタンド FM なんてスマホのマイクに向かってね、マイクもつけずに喋ってるわけですけど、まあ、スマホ自体が性能良くなったんでね、これで使えると思うんですが、パソコンでやるときは一応マイク買ったんで、あんまりいいマイクじゃないんですけど、マイクつないで有線マイクね、で、ボイスメモに録音して、それを、ガレージバンドで編集したりするときはするんですけど、そこでのガレージバンドがまだね、使い慣れてない。で、もう一個ね、私の MacBook Air か、Logic Pro も入ってましたね。だからこれもちょっと使ってみようかなと。こっちの方が多分いいんじゃないかなという。音質良くするにはね。ただ使い方わからない。で、今勉強中。なので、もうしばらくお待ちくださいっていうね、音質上がるのはね。あ、ごめんなさい。椅子蹴飛ばしちゃった。まあそんなこんなで、ちょっと昔話もしたんですが、私がなんでポッドキャスト始めたかっていうのはあちこちでも喋ったんですけど、これもちょっと振り返ってたら、まあとにかく1月から SNS 発信を再開したんですね。ずっと2年間ぐらい離れてたんです。もう SNS つまんないなと思って離れてたんですが、でまあノートでちょっと発信始めて、でこれは文字中心に始めたんですが、やっぱり音声記事も書けるっていうのがノートの魅力だなと思ったんで、そのことも念頭にあったんですね。で、それを使って4月の半ばから声の付録って4分間だけの、1ヶ月に4分間だけね、1ヶ月に4分間だけ音声配信すると。まあ、いわゆるこうオンデマンドの音声配信ですから、まあ、ポッドキャスト化しないにしてもまあ一緒ですよね。広く配信するしないだけの違い でこれ始めたんですよね。で4月出して5月出してってやってるうちに、ちょっとやっぱ面白いぞと、声の発信はね。でそれで5月5日からかね、結構早かったですね。5月5日からツイッタースペース使ってライブやって、それをの音源をスタンド FM に乗っけて、あとノートの音声記事にも乗っけてというのを始めたんですね。これを第1第3金曜月2回始めたんです。でそれでまあやってるうちに、やっぱり音声配信面白いぞっていう話になって、で Spotify、 いやこれはもうポッドキャスト展開しようと思って、7月4日7月4日ね、で Spotify に開いてホストをね、でそれを全部 Apple とか Amazon とか Google とか、まあ Spotify はホストなのでそこに全部配信するということを7月4日に始めたんですよね、最初のポッドキャストをちゃんと。でこれはもう配信日時とか決めずに、もうエピソードを作って配信すると。でシーズン1で16個のエピソードを配信して1ヶ月ぐらいかけてね。でシーズン2始めたところで、リッスンが8月3日にホスティングサービスを始めたと。で私はその前7月半ばぐらいには Spotify 始めてから、いろいろこうポッドキャスト周りを見ているうちにリッスンにぶち当たって、あ、こんなのがあるんだと思って、これは使わない手はないと思って、一応リッスンさんにも RSS を送るようにし始めたのが多分7月の中旬入る前ですよね。だから Spotify 7月4日に始めた直後だと思いますけどね、もう1週間後ぐらいだと思います。でそれまでリッスンさんの存在知らなかった。でも始めてたらホスティングが始まったと。でもうこれはね、ものやるしかないで、まあ今の展開があるんですが、まあそれで一個ね、Spotify の方はだからどうしようかなと思って、今週2回水曜日曜のね、
定期配信で、これはもう昭和なラジオの感じで音楽流してトークやってみたいなね、感じで、それこそさっきの最初に触れたポトフさんが昔ポッドキャストやってたようなね雰囲気の感じでこうやってるわけですよね。でもう一個このスタンド FM どうしようって話になって、でライブはもうやってたんでね、このダラダライブを7月末に始めたでしょ。で合わせて金曜日第1第3金曜日は、フィードバックライブってやってたんですけど、これだけじゃ足んなくなって、もう金曜日は全部やろうと、第1第2第3第4第5全部やろうと、で第2第4は深掘りライブにしようって始めたんですね。でこれやり始めて2ヶ月ぐらい経つんですが、深掘りライブ、昨日がちょうど5回目の深掘りライブが終わったとこなんで、まだ2ヶ月ぐらいなんですが、でやってるうちにもうフィードバックはいいやと他の番組でもフィードバックしてるし、で、第5金曜もじゃあ深掘りにしようと2、4、5 で今月入ってから、昨日が第3金曜だったんですけど、これフィードバックやってもなと思って、もうこれも深掘りにしちゃえって、もういきなり深掘りにして、もう第1金曜日の夜以外は全部2、3、4、5の金曜日は全部深掘りライブにしたんですね、このスタンド FM の方ね。だからこの土曜日のダラダライブ毎週と、だから金曜日は基本夜は深掘りライブ、ただメンバー限定と、でそれをスタンド FM のメンバー限定とノートの音声記事で配信という形で、ちょっとまあバランスが取れて軌道に乗ってきたかなっていう感じですね。でちょっとバルコニーに移って、ハンモックに揺られて喋ろうかな。あと10分程度なんですが、3人ほどお見えになって、一言もなく言っちゃいましたけど、あと8分ぐらいですね。あと何喋ろうかな。まあやっぱり目下の課題は、やっぱり、まあやっぱり語りをちょっともうちょっとちゃんとして、で喋りももうちょっとちゃんとして、で音質ももうちょっとちゃんとして、で特に音質ですよね。これなんかいい方法ないですかね。ガレージバンドもしくはロジックプロを使って、一番手軽に最低こんだけやっとくれみたいなね、最低こんだけやるといいですよみたいな情報を求めています。であんまり手間暇かかってこうね、編集に時間かかるのはちょっとあんまりちょっとやってられないかなと。ただやっぱり聞く人のこと考えるとね、そこはやった方がいいし、その方がたくさん聞いてもらえるんだろうなと思うんで、やろうかなとは思ってるんですけどね、ちょっとずつね。ただまあこれもまた最初の話戻るんですが、2005年6年ぐらいにやってたこのポッドキャストのね、あの雰囲気ね、あの程度のノイズは僕はむしろそっちの方が聞いてる感じがしていいんですけどね、どうしてもね。なんかラジオ聞いて、そっちの方が懐かしくて、なんかあラジオ聞いてるなって、逆にこう音質良すぎてこう聞こえちゃうと、こう距離感、さっきあの短波放送の話したんですけど、モスクワの声とかロンドン BBC とかね、なんとかアルゼンチンとか、あとは何があったかな、ベトナムもあったな、とにかくオーストラリアもあったし、いろんな世界各地から短波で飛んできて、もうノイズだらけで時々聞き取れないっていうのを聞いてた世代からすると、なんかこうその距離感、その距離感を感じれるところがなんかこう嬉しいっていうかな。で音質良すぎると距離感がほぼなくなるじゃないですか。でこの距離感なくなっちゃうとね、なんかね、なんかダメなんだよね。これ不思議な感覚ですね。もうこればっかりは治らないと思います。あのノイズのないラジオが聞けないわけじゃないけども、なんかこう、まだ慣れないですね、慣れない、まあそういう意味では、まあそうやってラジオを聞いてきた世代だというね、
ことをまあご理解いただくしかないかなっていうよくわかりませんが、であともう一つはそのちょっともう一個思い出したのが、あのライブとオンデマンドって話なんですけど、当時だからまだカセットテープレコーダーあんまり普及してなかったんですよ。でさっき言ったクーガー2200ってもうカセットついてないわけですよね。でその後ラジカセを買ってもらってラジカセにつないで録音するみたいなことを始めたんですけども、でそれがいわゆるオンデマンド化なんですよね。で思い出したのが、深夜放送とかも聞いてんだけど結局途中で寝ちゃうわけですよね。途中で寝ちゃう、うん、聞いてるうちに寝ちゃう。で録音してないからもう聞けない、あのあとどうなったんだろうって気になる。そうするとちょっと僕よりお金持ちの家にね、だった友達がラジカセ持っててね、録音してあるわけですよ、ね、でラジカセ欲しくなるわけですけども、でその録音したテープを借りるわけね。で借りて再生だけはできたわけです。あのつまり録音機能のついてない再生だけのカセットは持ってたわけですよね。ただそれを借りて聞いてと。だから当時は深夜放送のカセットテープをよく借りてましたよね、うん、そんなことが始まって、でその後自分はもうラジカセを買ってもらって、語学学習すると嘘ついて買ってもらって、で、でタイマー、当時はねラジカセ自体にはタイマーついてなかったんです。でそれでテントウムシみたいな形したオンオフができるコンセントの途中にテントウムシがついてって、こうジリジリって回るんですね。でキッチンタイマーみたいな感じです。で電源が入ったり切れたりすると、でその後もっと高性能なやつがね、もう1日に何回もオンオフできるっていうのも出たんですが、当時はそんなのなくって1回オンオフぐらいしかできないと、1回オンしかできなかったかな。で始まる時間にオンになるようにしてラジカセのレコーディングボタンを押して周波数を合わせて、置くわけです。でそうすると深夜放送始まった時にそのテントウムシがオンになるわけね。でそっからオンになってる間録音するわけです。でテープがちょうど切れる、当時は120分テープぐらいだったんで片面60分ぐらいしかできなかったかな。で60分経ったところで勝手にもうテープは終わっちゃうんで、ラジカセの電源は入ってんですけども、その後ずっとね、だけどテープが切れるから録音はそこまでという形でね、深夜放送を録音してたなっていうことも合わせて思い出しました、うん、でもういわゆる手作業のオンデマンド化ですよね、今みたいにクラウドもなきゃインターネットもないので空気中飛んでくる電波をキャッチするしかなかったし、しかもそれをね、オンデマンド化するのは自分でやるしかなかった、あるいは友達にやってもらうしかなかったという、あるいはタイマー入れて、自動でやるようにしてっていう、まあそんな時代でしたよね。だからもうノイズはバリバリ入ってるわけですよね、音質は悪いし電波状態悪いし時々途切れるし、うん、それこそラジオだったね、もうラジオの原体験の話になっちゃいましたけどね、ただまあ時代は移り変わってね、これだけ、クラウドも発達し、それからマイクもね、もう本当に音質が良くなり、ね、昔は本当数万円とか出さなきゃいいマイク買えなかったですけど、今はねだいぶ安価に手に入るようになってきたし、でスマホのマイクも性能良くなったし、スマホのスピーカーも性能良くなったしね、そういう意味では、うん、まあその程度あればいいだろうという気持ちは今でもありますが、まあでもちょっと他の放送をいろいろ聞かせていただくようになって、ああなるほどと。でこの間あのね、編集の、アカデミーもちょっと聞かせていただいて、なるほどなと思ってね、音質を良くする努力皆さんされてんだなっていうのがだんだん分かるようになってきて、でそうするとまた聞いてる番組も、あこの人は
こういう手間暇かけてやってんだなっていうのが改めてね、気づかされて、自分は何にもやってないなと、申し訳ないなという思いでいっぱいです。ということで本日の公開ダラダライブ、ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ではまた。